今日は、ウォリアーズとレイカーズに明暗をお送りします。改めまして、バスカン編集部の丸山です。とうとう NBA2021-22 シーズンが開幕しました。はい。で、先出し開幕戦では、昨シーズン王者のバックス対ネッツ、そしてレイカーズ対ウォリアーズという開幕戦にふさわしいチームが対戦しました。はい。で、開幕戦はね、そのシーズンの運命を左右しかねない大事な一戦なので、それぞれの試合を簡単に振り返っていきたいと思います。早速、行ってみましょう。まずは、バックス対ネッツです。ネッツは、ワクチン接種を固くなに拒んでいるカイリー・アービングが結局出場できず、ケビン・デュラントとジェームス・ハーデンのビッグスリーが、揃い踏みとはなりませんでした。それでも、デュラントが32得点を挙げ、ハーデンも20得点、8アシストとしっかり数字を残しました。また、新加入のパティ・ミルズが7本すべてのスリーポイントシュートを成功させて21得点と気を吐きました。しかし、ここで打開するネッツに対し、チームケミストリーで一律の長があるバックスが127対104で圧勝しました。はい。ヤニス・アデトクンボが、デュラントと同じく32得点を記録し、さらに14リバウンド。7アシストとマルチな活躍でチームを牽引しました。バックスは前半にドリュー・ホリデーがね、かかとを痛めてしまって、プレーできなくなってしまったんですが、ベンチメンバーのパッド・カナートンが20得点、副兵のジョーダン・ボーラが15得点と、ベンチメンバーが奮起してホリデーの不在をカバーしました。はい。先ほどネッツのミルズが21得点を挙げたと言ったんですけども、彼以外のベンチメンバーの得点はわずか4点のみと、得点があまりにも偏っていたんですね。はい。そしてベンチメンバーのポイントでね、45対25と大きく上回ったこともバックスが大勝した要因となりました。はい。実際アデトクンボも試合後に、僕らの選手層は厚くて、こういう場面で誰もがプレーする準備をしている、それぞれが自分のプレーをするんだ、これが僕たちのやり方さと、選手層の厚さを勝因に挙げていました。続いて、レイカーズ対ウォリアーズです。レイカーズは、レブロン・ジェームスとアンソニー・デイビス、そして、コンオフに獲得したラッセル・ウェストブルックの新ビッグスリーが揃い踏みとなりました。そして、その破壊力に注目が集まったのですが、結果から言うと、ウエストブルックだけが不発に終わり、114対121で逆転負けを喫しました。はい。前半からの好調を維持し、レブロンが34得点、デイビスが33得点とチームを牽引したんですが、ウエストブルックは8得点、5リバウンド、4アシスト、4ターンオーバーと制裁を欠きました。はい。で、一方のウォリアーズは、ステフィン・カリーが徹底マークに苦しんだものの、相手のマークを引きつけてはスペースを作り、味方のシュートチャンスを何度もお膳立てしていきました。その結果、スリーポイントシュートは8本中2本の成功に終わったんですが、21得点、10リバウンド、10アシストと、キャリア8回目のトリプルダブルを達成しました。はい。そして、6人が2桁得点を挙げるバランスの良いオフェンスを見せたウォリアーズに対し、レイカーズはレブロンとデイビスのみの2人だけがね、2桁以上ということで、明らかにバランスが悪かったです。はい。で、期待されたウエストブルックなんですが、出場時の、得失点差がマイナス23とね、もう惨々たる結果に終わりました。はい。ちょっとさすがにね、そんなかわいそうなウエストブルックを見かねて、レブロンが家に帰ってコメディでも見ろと伝えたそうです。まあ、でもそれでもチームが勝つために必要なことは何でもやるし、そのためには僕たち3人がフィットしなければいけないとね、ウエストブルックのバウンスバックに期待しているようです。はい、本日は以上となります。ダブルオーバータイムの末、
セルティックスを破ったニックス、ラメロボールの活躍でペイサーズに逆転勝利したホーネッツなど、もう熱い戦いがね、もう開幕戦から多く見られました。はい、八村選手と渡辺選手の日本人対決に期待が集まったラプターズ対ウィザーズですが、2人とも欠場となり、実現とはいきませんでした。はい、試合の方は、新生ウィザーズが強固なディフェンスに加え、どこからでも得点できるバランスアタックを見せ、98対83で勝利しています。両チームの対戦は11月の3日、12月5日、1月21日と、あと3試合残されているので、2人のね、日本人対決の実現がね、2019年の12月15日以来なんですよ。それが最後なのでね、今シーズンにもう一度ね、その日本人対決が実現すればなと思っております。はい、本日はご視聴どうもありがとうございました。